はい、今回なんですけど、僕の口から皆さんに、お話ししないといけないことがあって、動画を回してます。この話をするかすごい迷ったんですけど、おそらく、視聴者の皆さんはきっと違和感に気づくと思うし、僕の周りの関係者も違和感を感じると思います。正直自分にとっても、隠したい話ではあるんですけど、いずれどこかで説明しないといけないことなので、説明することにします。そして、今現在、その問題が起きている、渦中にあります。僕は一経営者として、こんなことになっちゃったんで、経営者として、立派な経営者じゃねえなとか、なんで俺こんなになっちゃうのかなとか、今いろんな気持ちが心の中でぐわーってこう渦巻いてるんですけど、それでも、どういう対応していくのかっていうのをもう真摯にこのカメラに収めることが、実業家でありながら、YouTuber でもある僕なのかなと思って、決意しました。どういうタイトルになるかわかんないんですけど、タイトルにも、なんとなく記載されてると思います。そもそも、この動画は、その相手を、傷つけたりとか貶めるために、撮ってるわけじゃありません。視聴者に対して誠実じゃないし、何かしらで、おかしいと思われると思うんで、話すことにしたっていうのが、本当の気持ちです。でね、最近、とてつもない、裏切りに遭いました。裏切られるっていうのはやっぱ会社やってるとね、よくある話なんですけど、でもさすがにここまでのことするのはないんじゃないかなっていうぐらいのことがあって、正直ちょっと今、気が動転してる部分があります。というのも、このチャンネルを見てくださってる皆さんはご存知だと思いますけども、この YouTube チームで、カメラを撮ってた、スタッフがいました。そのスタッフとは、2年ぐらいの仲だったんですよね。で、一緒にね、海外旅行に連れてって撮影したりとか、講師ともに、いろんなところに行く関係だったんです。で、実はね、ここ最近、その A 君にしましょう。A 君と正直、あんまりうまくいってませんでした。というのも、やっぱりこの仕事上の熱量っていうんですかね。僕はこのチャンネルを本当にすごく伸ばしたいなっていうことを、いろんな人と会って感化されて思うようになりました。でも彼ももちろん、伸ばしたいと思ってくれてるんだろうけど、やっぱり僕との熱量に、どこか、温度差、乖離が生じていって、自分が、こうしたい、ああしたい、そしてこれぐらいの価値を提供したいっていうことに対して、正直、ギャップがあって、そこから、少しね、意思疎通が取れなくなってしまいました。で、実はその、5月になんですけども、この5月に僕は人生をかけてでも、このチャンネル史上一番気合を入れて、どうしても出したい動画があったんです。5月の上旬から、フィリピン、シンガポールに行ったんですけど、その出国前日に、その彼に、どうしてもこの動画だけは、成功させたいから、必ずいい動画にしてくれ、帰国するまでにきちんと構成を組んでくれっていう話をしてたんですよね。で、いざ帰国したんですけど、帰国する前からずっと何回も確認の連絡を入れてたんですよ。本当に僕にとってとても大事な動画だったんで、大丈夫かっていうことを確認入れてたんですけど、いざ帰国をしたら、結局蓋を開けたら正直何もしてなかったんですよね。何にも準備されてませんでした。僕は正直その時に、これだけ熱量を込めて絶対大事な動画だからっていうことでお願いしていたにもかかわらず、記憶して、蓋を開けたら何にもしなかった現状にすごい傷ついたし、ショックだったし、それでツイッターとかでも、ちょっと言ったんですけど、お腹が痛くなったりとか、それぐらい結構、精神的なね、ダメージがあったんです。これはやっぱり彼のことを信頼してたからだし、彼のことを、スタッフとして、好きだったから、そういう気持ちが大きいです。それでお互いちょっと行き違いもあるし、その一件で信頼関係がこれ以上継続するのは難しいなということで、このチャンネルだったりとか、他のスタッフのためにも2人で協議をして、5月で別々の道を歩むことになりました。そこで実際に退職する際に、今まで彼に、その A 君には会社のコーポレートカードを渡してたんですよ。で、それで撮影にまつわる経費だったりとか移動費だったりを決済するっていう仕組みになってました。で、いざ辞めるってなった時に、経理の方からある連絡があって、その連絡っていうのが、その A 君が半年間、会社のカードを切った領収書を出してないと、そういう連絡だったんですよ。で、僕その時初めて、いくら使ってるんですかって聞いたんですよね。すると、毎月300万から400万使ってると。で、僕それさすがにないだろうと。一緒にいる時は自分が大体払ってるし、会社の撮影費って言ってもそんなかかるもんじゃないから、何に使ってるんですかっていうところから、内訳を見てみたら、すごい残念な、明細が出てきました。例えば、キャバクラに行ったりとか、バーでお金をたくさん使ったりとか、一人5万円も6万円もするお寿司屋さんで、カードを決済されてたりとか、毎月大体、これはもう300万円近くの、お金を、切られてました。僕はそこで言ったのは経理に、なんでこれ先にもっと言わないのと、なんで今になって言ってくるのって、そうやって使わせてた経理も問題なんじゃないのかっていう話をしたら、経理からは、その A 君は美咲ちゃんと一緒です、美咲ちゃんに許可をもらってると説明を受けてたので確認しませんでしたという回答があったんですね。これ自体、僕は本当に会社として恥ずかしいことだと思います。
そのカードを自由に切らしてしまったこと、それはやっぱり、まあ、若い男の子だったら自由に切れるカードがあったら、まあ、切っちゃう気持ちも分かんなくはないんですよね。まあ、本当にこれってある意味で横領に近いことなので、まあ、本当にダメなことなんですけど、それを自由にさせてしまった会社にも問題がある、会社にも問題があるっていうことは僕にも問題あるんじゃないかなと、その場では納得しました。これはまあビジネスを自分でやったことがある方なら簡単に理解いただけると思うんですけど、そのような私的に使った経費っていうのは経費で落ちないんですよね。例えば、そのスタッフが私的にお寿司屋さんに行ったりとか飲み屋さんに行ったお金って仕事と関係ないから、僕たちが OK しても税務上落ちないんですよ。なのでこれ会社としては返してもらわないといけないっていう話になります。そこで実際に本当に使った経費と自分で私的に使ってしまった経費をきちんと振り分けてください、そういう話をしました。その中でだんだん不審な点が浮き彫りになってくるんですよね。というのもタクシー代だけで月に 3,40 万使ってたりとか、僕がそもそも海外にいるから撮影なんて物理的にできない時に撮影機材を買ってたりとか、そして高額の飲食店で決済してたりとか、これって何なんだろうなっていう経費がたくさんあったんですよ。そこから一つ一つ調べていくと非常に残念な事実が発覚しました。実はその A 君は僕のこのチャンネルで知り合った人脈をに営業して裏で別の YouTube チャンネルに携わってました。これを聞いて正直僕は一緒にこのチャンネルを伸ばそうと思って、そして海外にも連れて行ってやってきた仲間で裏切られたなって、裏でこんなことやってたんだっていうことでショックを受けました。でもそういった副業はそもそも禁止にしていたんですけど、まあやっちゃう気持ちもわからなくない。まあでも本当はダメだけど、まあでもどっかで気持ち理解してあげたいなと思ったんですよ。ところがその動画の編集をじゃあ誰に頼んでいたか、うちの会社のチームの編集マンにそういった動画の編集を頼んでたんですよね。つまりどういうことかというと、その A 君は僕のチャンネルを通じて知り合った人脈に、例えば僕とコラボをした相手とかに裏で営業をしますと。その依頼した人たちは当然美咲が OK を出てるっていうことで話を聞いてたみたいなんで何も悪くないです。でもその A 君はそういった形で営業をして実際にチャンネルのプロデュースの案件を持っていきます。そして撮影もします。その撮影した動画を僕が毎月固定費を出してる編集マンに編集させてたんです。そしてそれを納品してお金をもらってた。で、あろうことか、これが一番僕はすっごい残念だったんですけど、そのよその YouTuber の撮影、移動、そういった撮影費用を全部会社のカードで切ってたんですよね。これは僕は本当にショックでした。俺たちはこのチャンネルを伸ばすためにスタッフに給料を払ってみんなで一丸となってきたはずなのに、僕が一番信頼している右腕となるやつが裏で僕の人脈を使って知り合った人に営業をして、そしてあろうことか自社の編集マンに編集をさせて、そのお金を自分の懐に入れる、そしてその経費は会社のカードを切る、それは僕が払うことになる。いや、さすがにないだろって、もう怒りを通り越して、もうなんて言ってわかんないけど、まあ、ショックでした。それが発覚したのが昨日なんですよね。で、昨日本人を呼んで喋りました。本人は認めて、謝ってくれました。だから僕はその時は許したんですけど、でも、ね、本人は昨日の時点では一つのチャンネルだけやってたと、ある、まあ、YouTuber さんに頼まれてそれをやってしまった、ごめんなさい、それ以外はやってないし、お金も8万円しかもらってない、そういう話をしてたんですよ。でも今日になって僕にいろんな多方面から連絡があって発覚したんですけど、その一社なんて全くの真っ赤な嘘で、今僕が確認できるだけで複数人の YouTuber さんだったり、これから YouTube を始めたい人に営業をかけて実際にお金が振り込まれてました。その金額の明細も送られてきたんですけど、そんな数万円とか可愛いもんじゃなくて、もう何十万円という規模でした。それを聞いた時に正直ショックで信じられないし、今までじゃあ一緒に海外に行って美咲さんのために頑張れますとか、この会社に一生ついてきますとか、このチャンネル一生懸命頑張って誰よりも輝かせますとか、そうやって言ってくれた熱い言葉何だったんだよって、そして何のために一緒にいろんな世界行ったんだよって、そういったいろんな景色を見てる最中も裏でそんなことやってたのか、しかもうちの編集使ってここまでのことされたのって僕は初めてだし、100歩譲って他の編集に振ったりとか自分の経費でやるんだったり、でも会社の経費使うのはさすがに間違ってると思う。今そういった状況になってます。だから自分は正直愚痴りたい時もあるし文句も言いたい、でもそんなこと言っても何にも変わらない。ちょうどこの今からその
いわゆる背任行為に加担してしまった編集者と面談をします。これもうリアルなんで、今編集者を待たしていて、これからちょうど面談をするっていう直前にこの動画を撮ってます。僕は今すごくショックだし、自分の中でもやっぱりいろんな感情がある。でも起きてしまったことは仕方ない。そして経営者です。だから、まずは、まあ間違いを犯してしまったその編集者の話を聞いて、彼らの未来のために何かしら考えてあげるのが経営者だと思ってます。この動画を回しているのも、正直カメラを回してないと自分がどうなってしまうかわからないし、気が動転してしまうかもしれないし、社員の前で怒鳴ってしまうかもしれない。でも、今起きてしまったこと、すべては全部自分の責任なんですよ。だからこの1秒をきちんと記録しておくためにも、この動画を出して、二度と同じ失敗しないように、この全社員にも見てほしいし、そして将来起業家になりたい若者たちにも、こんな間抜けの姿を見せて、同じ間違いはしないでほしいと思います。それと、おそらくこのチャンネル、動画を出すペースだったりとか、まあ、今こんな感じになって、もう会社がもうめちゃくちゃになってます。信頼していた、まあ、右腕の、まあ、カメラマン、まあ、ディレクターが、まあ、そういったことになってて、内部では編集者も加担してた。もう本当恥ずかしいですよね。もうバカ丸出しですよね。これ何やってんだろうなって。でもこれ全部自分の責任なんですよ。経営っていうのは全部自分の責任なんで、きちんとそれを受け入れて、今から話そうと思います。ただ視聴者の方には分かってほしいんですけど、こういった状況になってるので、これからこのチャンネルが、今までみたいに動画出せるか分からないし、テイストも変わると思います。それだけは分かってほしいなと思います。でも俺はどうしても、このチャンネルの更新を楽しみにしてくれている視聴者の方、そして、これのチャンネルを得て人生変わったって言ってくれる人がたくさんいるんで、マジでチャンネルを伸ばしたいし、いい動画これからも撮っていきたい。でも今どうしていいか分かんねえ。でもきちんと前に進まないといけないんで、まずは、そういった悪さに加担してしまった編集者と話すところから、始めていこうと思います。お疲れ様です。一応これ今後もカメラ回してるんだけど、別にそのプライバシーとかを侵害したわけじゃないから、このままカメラをの SD を渡します。だからもしこの動画が世に出ることになるんだったら、あなたが編集をして出すことになるので、例えば自分の声だったりとか、言いたくないこととか自分でカットして出してください。だから別に俺は勝手にこれを出したりするために撮ってないし、これを編集するのは自分自身だし、まあ、大動画を出すとしたらね。その SD をこのまま渡してます。はい。その上で、まあ、今回の件を話したいんですけど、やっぱり、まあ、正直、ショックですよね。ね。どういう感じだったかちょっと教えてほしいなと思って。確かにこの会社の編集さんの給料っていうのはインセンティブで出してたと思うんで、登録者がすごい伸びてる時は結構な金額を出してたと思う。でもやっぱり最近伸び悩んでしまっていて、登録者の伸びに対するインセンティブってやっぱ少なくなってたから、確かに、まあ、お金の部分で前よりも収入がなくなってるっていうふうに思うのはそうかもしれないけど、やっぱり僕としてはこのチャンネルにちゃんと魂を込めてやってほしかったし、まあ、自分も含めてもっとちゃんと取り組んで登録者を伸ばして、そしてみんなに還元したかった。でもそれでもメインでやってたね、その今あえて動画の中では A 君っていう呼び方にしてるんですけど、その A 君がこのチャンネルで知り合った人脈に対してそうやって営業をかけて、そして撮影経費は会社のカードで切って、でみんなに編集をお願いしてたわけだから、これは僕からするとやっぱ組織的な、まあ裏切りっていう、背任と言うと分かりにくいと思うけど、やっぱ裏切られたって気持ちなんですよ。でもこれでも経営者っていうのはこういうの仕方ないから、ちゃんとこれは自分の中で受け止めていかないといけないし、でもなんでそうさせちゃったのかなっていうのは聞きたいなと思ってます。
お金も得られるプラス、他チャンネルに触れることに自分自身のスキルアップにもつながるかなっていう思いでちょっとやってしまいました。だから正直その副業に関しては OK かダメかっていうのがすごく曖昧だったから、俺はみんなのことやっぱ信じてたし、正直言ってくれればよかったの。だからその勝手に会社の経費を使ってこのチャンネルで知り合った人たちに営業かけて裏で金もらってるやつはもうマジで悪だと思うから、俺はさすがにそれはないと思ってるけど、みんなはそれに対してまあ乗せられちゃったような形だと思うの。でもこういうことがあるとやっぱ組織として回っていかないし、こういうことが行われてたからこのチャンネルは伸びなかったんだと思う。それに気づけなかった自分もそうだし、だからやっぱり正直言ってほしかったよね。言ってじゃあお金が足りない、もっと欲しいんだったらお金がもっと欲しいから他のやつやるってとか、いやちゃんと話してほしかった、まあ、でもそれを言う、なんか言えにくい距離感とか、まあ、海外にいたし言えなかったかと思うから、まあ仕方ないと思うんだけど、いや気持ちを今払って話すとやっぱ僕はそう思ってます。だからやっぱショックだったし傷ついた部分もやっぱあるし、でもそんなこと経営者があるのも傷ついたとか言ってられないんだけど、でもやっぱそうだってしてほしかったなって思う。で今後はどうするんですか？今後はもうそういうこともあったし、正直そのカードを使ってっていう部分に関しても私は知らなくて、タクシー代だけで月40万とか蹴られてたの。月40万で、あと私的な利用が200万とか300万あった。毎月、ほんとそれぐらいで使われてて。それ何に使ったかっていうと、そういった外部の撮影の金だったりとか、本人は接待って言い訳してるけど、誰も接待する人なんていないから。で、何十万もする寿司を切ってみたりとか。それに気づけなかったこの寿司って終わってんだよね。だからそれって、本当に悔しいけど、やっぱ自分たちが悪いと思うし。もう腐ってると思う、この会社は。だから今から良くしていきたい。じゃあもう、これをいい機会に、給料を、じゃあアップします。だからもう頑張ってほしい。もうこういうのやめて、ちゃんとこの会社良くしていこう。だからちょっと今回の件はやっぱ、もちろんその副業でね、それだけスキルがあるんだったら やるのは別に悪くないと。だから言わなかったことが問題だと思うし、そもそもそれを全く違うところから話を受けてるんだったらいいけど、だって一番頑張らないといけない。こいつが何にもしないで、裏でこんなことばっかやってるのを気づいてて、なんで止めてくれないのかなっていうのが一番やっぱ大きいよね。だからもうこれから給料はアップするんで、もしあったら何かあったら言ってほしいし、もうほんといい会社にしていきましょう。まあもちろん、まあ悪いっちゃ悪いけど、別に、俺ほんとにやっぱ会社のカードを使って、他の様子も撮影やって、それで個人に金入れしたって、マジで本当に支えないと思うんだけど、みんなはやっぱり、お金が欲しい中で、正直登録者も増えてないから、インセンティブでお給料もあんまり上がんなくて、やっぱお金に困らせちゃった部分もあると思うし、その中でそういう話があったら、やっちゃう気持ちは分からなくないから。でもこれって信頼関係がなくなるから、もうそういうことはしないでほしい。まあ、これは本当経理の方でちゃんと確認しなかったのが悪いと思うし、どんだけザラな会社なんでって話だけど、やっぱりその200万も300万も私的にね、横領みたいな感じで使われて、さすがにそれはないと思ってて、それだったらみんなにちゃんと、そのお金がもうな、その支出がなくなるから、だったら還元したいなって思います。頑張ります。はい、今話したんですけど、こんな感じですね。まあ本当に悲しいなとかいろんな気持ちでいっぱいあるんですけど、でも、まあ、本当経営って全部自分の責任なんで、こう自分が人としてこうした問題だと思うし、全ては全部自分の責任だから、ここはもう逆に給料上げてあげて、みんなで一丸となりたいなって思いました。まあ、彼らに別に悪気があったわけじゃないと思うし、やっぱり一番悪かったのって、こういうふうに裏でいろんな工作をしてた、その人間が一番悪いと思うんですよね。でも、まあ、そうさせてしまったも自分だし、やっぱりネットとかで求人募集して、集めて、まあ、できるかなっていうやつに任せてるっていうスタイルを今、この YouTube ではやってるんですけど、いきなりね、こんな家に来て、会社のカードも持たされて、まあ、それをちゃんと管理しない、この、まあ、今この YouTube の会社がめちゃくちゃずさんだから悪いし、これから直していって、今底辺だと思って頑張っていかないといけないんですけど、でもそんなところにやっぱ普通の人が来たらやっぱ感覚おかしくなると思うんだよね。それをちゃんと管理できてないこの会社の体制がやっぱ悪いと思うし、そう体制を作ってる自分が一番悪いから、こういうところを受け止めて教訓にして一歩一歩進んでいくしかないかなと思ってます。で、なんでこれを動画に出したかっていうと、やっぱりこういう、まあ、リアルなそのトラブルだったりとか、いろんなところを視聴者の方にも知っていってもらって、まあ、どういう行動をするかっていうのを見てもらいたいし、
やっぱり見てる人のことを裏切れないんで、多分このチャンネルすごい変わっていくと思うんですよ。今までみたいに多分動画も出せないかもしれないし、その分新しい仲間とも出会えると思うんだけど、絶対おかしいなって違和感気づくと思うんで、格好つけてこういった問題を隠すよりもちゃんと言った方がいいのかなって思いましたし、まあ、正直こんなしょうもない問題が起きてこんなんで裏切られてとかやっぱ言いたくないし、もう悔しいですね。でも悔しさをバネにしてもっといいチャンネルにしたいと思います。まあ、裏切られるのはもう慣れてるんで、まあ、自分の中で消化して、裏切られちゃう自分も悪いんだからね。うん、でもどっか昔からすげえ騙されやすいし、そういう人が寄ってきちゃうんだよね。まあこれもでも自分の夢だと思うんで、本当はねこんな裏切りとかなくてさ、裏切られたりしないでもうみんなバシッてしてて、かっこいい経営者見せたかった。でもこれが現実ですよ、しょうもないです。でもここから一から頑張っていきたいと思います。はい、頑張ろう。最後なんですけど、この動画の中で個人名は出してないし、その YouTube の、まあ、カメラをやってた人間はあんまり動画に出たことはないと思うんで、まあ、そんなに特定はされないと思うんですけど、もしかしたら僕のチャンネルをずっと見てくれてる人は誰かわかるのかなと思いました。でも、まあ、あくまで今本人は、きちんとその、まあ、横領した部分のお金に関しては返済しますっていうことを言ってます。そしてやっぱりまあ正直、僕のねチャンネルを通じて知り合った人たちに、営業してお金をもらって、そしてその経費を僕の会社のカードで切ってたとか、やっぱ周りの人たちとも関係悪くなるんですよ正直。なんでそれ知ってたんですかとか、実際この件で関係悪くなった人何人かいます。まあ沢田とかもそうなんですけど、なんでまあこういうことをされた以上はやっぱ僕も立場がないから、まあ、少なくともこのチャンネルで知り合った人脈だったりとか、この YouTube の撮影だったりとかの仕事はもうやらないでほしいってことは伝えました。まあ、普通退職したら別に何やってもいいと思ってるし、そんな縛りはないんですけど、まあ、今回は事情が事情なんで、さすがにないでしょっていうことで、そういう話で、本人も納得してますね。なので、個人を特定できるようなことは、まあ、あんまりないと思うんですけど、もし分かったとしても、別にコメント欄には書かないでほしいし、抽象するようなことは控えてほしいなと思ってます。あくまで、やっぱり、こういうことが起きてしまった以上は、視聴者に対してちゃんと説明しないといけないし、まあ、絶対違和感感じると思うんで、まあ、こういう動画もね、出して、まあ、かっこつけてるとこばっかじゃなくて、こういうとこもしっかり知ってもらおうということで、出してるのが目的なんで、そこはお願いしたいなと思います。まあ、あと、何度も言うようなんですけど、まあ、そうさせてしまったのは自分なんですよね。まあ、結局自分が悪いんで、全部。まあ、そう思って、自責の念で、経営ってやっていかないと、成長しないし、まあ、そいつが悪いとか、そんな裏切ったやつが悪いっていうのは簡単だし、気持ちが楽になるんですけど、これ全部自分の問題だと思ってます。はい、そうやって僕は一歩一歩進んでいこうと思ってますんで、視聴者の方もそこは理解いただければと思います。で最後まで見てくれてありがとうございました。